始めましょうか。暗い路地の中に一軒の店があった。大きな看板がかかっている。その店の前で立っていたのは16歳くらいの女性だった。顔は人形のように綺麗だったが、どこかおかしかった。全身から何とも言えない不気味の気配が放たれているのだ。
るで子供の姿をした別の生き物のようだ。冬の日に店の前で立っていた。通行人にお菓子置きをした。お菓子が食べられた場合、その人は本物の幸運になるか、あるいは不運になります。私は物語を聞いていると、日々の何気ない毎日が実はものすごく幸せなものなんだなと感じます。I hope you're having a beautiful day. And I hope to see you soon.